おはようございます。感動を生み出すいちご農家竹下博次です。今日は物事を継続するコツ秘訣は何ですかっていう質問をいただいたので、ね、それについて思うことをお伝えします。先生でも何でもないんで自分の経験なんですけど、先ほどまで朝6時から7時までですね、新しい人と初めて会った人といかに親しくなるかという人間関係を構築する技術をですね、月曜日の朝ミーティングをしてるんですね、勉強会をやってるんですね。で、その中でも出ることなんですが、こう自分が必要とされる場所を持つことじゃないでしょうか。で、私自身も自ら環境を作る側に常に立ってます。最初は参加者ですよ。最初は、あ、これいいなと思う勉強会に参加して、その次はですね、その勉強会の中で積極的にお世話係を取ります。これただ参加してるとですね、飽きてやめるんですよ。私も過去そうでした。ただ話を聞いてるだけの会はやめたくなります。もう学ぶことないやって。自分のことしか考えてなかった時期はですね、本当にもうやめようと思ってました。で、自分が気づいたことは、そういう何かに新しいことに参加して、で、もうちょっといいやって、いちごが忙しいから、他のことが忙しいから、もういいやってこう、やめたくなるんですよ。で、今でもありますよ、そういうこと。それはもう選択なんで、全部が全部 100% できるわけじゃないので、じゃあやめるっていう選択をするところってどういう関わり方をしてるかっていうと、ただお客さんです。ただお客さんで参加してるときはですね、やめたいです。やめたくなります。そこで学ぶものがないとかって思うんですよね。でもですよ。でもそこで積極的にリーダーだったり、何か役割をもらって、いや、もう積極的に取りに行くっていうよりも、頼まれるような動き方をする。そこで、いや、竹下さんが必要です。あなたにこれをしてほしいって言われるような関わりって何かって言ったら、もう下っ端の頃からですね。下っ端の頃から上のこう役をしている方のお手伝いをする。何かできることがありませんかって。今こういうことに気づいたんですけど、ひょっとしたら〇〇さんのお役に立てるかもしれないと思ったので、お伝えしましたっていう関わりをします。だから、いやー、竹下さんありがとうねって言われるから嬉しい。そしてその方の役に立ちたい。新しく出会う方の役に立ちたい。この方はどんな悩みを持ってこの場に来てるんだろう。何か理由があって来てるはずだ。その逆境が厳しければ厳しいほど、その環境、開催状況が厳しければ厳しいほど、そこに来てる方って何か理由があるから来てるんですね。じゃなかったら来ないですよ。特に倫理法人会なんか朝6時前から5時から準備してる方なんか4時に起きて、前の日もおそらく早く寝て、そういう段取りをした上でそこに会場にお子さんまで連れてこられる方もいらっしゃるって、どれだけ真剣に本気なんだ、変わりたいって願ってやるんだっていう、その行動から読み取れる心の声って私はビリビリきます。だからその方は何も語らずとも、もうこの人本当に変わりたいんだっていうのを感じるんですね。だからそこに向かって全身全霊でメッセージをします、関わりますっていうことをやってると、いや竹下さん本当にありがとうございましたって言われると、もっと勉強しよう、もっと頑張ろうっていうモチベーションが湧いてくるから続けられます。本題に戻りますと、続けるコツ、継続するコツ、誰かの役に立つこと、自分で居場所を作ること、必要とされる存在になること、選ばれる人間になるということじゃないでしょうか。選ばれる人間になるっていう前に、人の役に立とうとする志とか、そういったとこでしょうか。誰だって本能的に、いや、あなたのおかげでって喜ばれたら嬉しいので、だからこそ、継続したいって自分から思うんじゃないでしょうか。居場所なくなったら、もうあんたいらないよって言われたら、それはやめたくなります。それは誰が生み出した結果でしょうか。自分なんですね。自分のことしか考えてないときは、いいとこ取りだけして、人の世話なんかしないですよ。自分に関係ないとこはお世話しないですよ。そういったところが、結果的に、
継続できないっていう自分の事実現実を作ってると思います。そういう体験がありました。ぜひ物事を成し遂げる秘訣はですね、人の役に立つこと、自分以外の人の人生に寄り添うこと、そして自分の存在価値が上がります。ぜひ自分が何らかの理由でこれをやるって決めたんだったら、その場にいる人の役に立ってください。すると自分の存在価値が上がり、自己概念が上がり、自分もできる、いやこの人のために見通しを作るという大義が出てきますので、ぜひ継続一緒に頑張りましょう。以上です。